れだけの力を持っている松井将が即席の結界程度で封じられると思う？麻酔症を封じるにはよほど強力な結界刃が必要です。幸いそれにもクザーの地下制度が使えると思うけど、地上と地下とでは連絡を取り合うことができないから、よほどタイミングに気をつけないと失敗する可能性は大きいわね。あら、ずいぶん気安く言うじゃない。もちろんあなたも協力するのよ、桐生君。相手はあなたを指名してたじゃない。ここはおびき寄せの餌役になってもらわないと。あいつがなんで聖者君を人質に取ったと思ってるのよ。私たちが連絡取ったところで聖者さんから違う連絡が入ってたら意味がありません。あの怪物が何を考えているにせよ、もう時間がないことだけは確かよ。ヨシンバ管理局に連絡を取ったところで、事実確認のためにゴタゴタしている間にタイムアウトになるでしょうね。そういうことね。まあそうでしょうね。そうと決まったら段取りを決めなきゃ。まず誰が何をするかだけど、一つは怪物を捕らえる結界を準備すること、もう一つはこの麻酔症封印の儀式の用意ね。麻酔症封印の儀式は私が地下制度で行います。いいかしら。ゆうきちゃんには他に頼みたいことがあるの。お願いできるかしら。はい、やります。兄を助けることができるなら。それは極秘指令よね、ゆうきちゃん。念のためにちょっと予防線張っておこうと思ってね。まあゆうきちゃんの出番がなくて済むのが一番なんだけど。時間が来るまであなたの出番はないから待機しててもらえばいいんだけど。何せ怪物の目的はあなただし、時間になるまで誰かと一緒にいた方がいいわね。それはあなたが選びなさい。
決まりね。結界を張るための準備です。さっきエリザ先生に教わったんですが、地下聖堂の中心点がちょうどあの噴水の位置に当たるんです。ですからこうやって結界石を噴水の周りに等間隔に置いて魔法陣を張る準備をしておくんです。マスターの記憶を大部分受け継いでますから。はい、ですからさっきもあの死神の人に疑われてしまいました。まだ未完成でしたから。いくら記憶を与えられていてもそれを使う意志がなければ危険じゃありませんから。何かご用ですか？似てると言えば似てるような、似てないと言えば似てないような、
よくわからないです。え、これですか？これは私にとっての大切なお勉強なんです。はい、魔法で書かれたものでなくても私にとっては二次元の世界が現実の世界ですから。キリュウさん、コミックの世界が現実だとは感じますか？ですよね。二次元世界の住人の私には三次元世界はそう映るんですよ。さあ、知りませんけど。それが何か重要なことなんですか？ですか。私たち魔法生命ホムンクルスは必ず何らかの目的のために作られるものなんです。そのことはご存知ですよね。その目的を命じられて初めて私たち魔法生命は自分の意志を持つことができるんです。はい、でもマスターがそれを命じる前に死んでしまいましたから、私は未完成のままなんです。
私の顔に何かついてますか？それは…ただ一瞬桐生さんの顔がマスターそっくりに見えたものですから。この気配はもしかして、あれは…くださいね。何が起きてもおかしくはありませんから。